さあ皆さんどうもこんにちは、あやおです。ということで本日もね、しっかりとモンスティングハンティング G をねやっていこうかなと思います。で今日まずね、初っ端で行くのはドスイオス3頭クエストっていうね、なんで3頭にしたんだよっていう、もうこれまた探すの大変じゃないのね、絶対そうじゃん。まあ、でも俺ちょうどね、毒袋が欲しかったから、まあ3頭クエストちょうどまあ俺にはぴったり良かったっていうね。またね、モンスターを探すところからしっかりと始めていこうかなと思います。今日もどうぞよろしくお願いします。まあ3頭だからね、1頭目はちょっと早めに見つかってもいいかなと思うんだよね。あ、いたいたいた、こいつか。あー、そう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 。いやちょっと一瞬見た目が分かんなかったけど、てかドスイオスってあのいたー、こんな森の中にいたっけ。どちらかというとあったかい地域っていうか、あの火山とかにいたようなねイメージがある。またこいつ一発一発こうすごいよ。もうよし、吹っ飛べ俺だ。これなんですよ、お前毒吐いたらマジしばくしばく、全員吹っ飛べ俺だ。ちょこ虫うざい、虫うざい、お前虫、お前どけ俺だ虫。俺はこの虫も無視しないからね。ああ、ちょこのさ、虫無限湧きじゃねこれ。虫がめちゃくちゃ湧いてくんだけど、すごいすごいすごい。ちょっと虫嫌いな人ごめんなさいね、すごい地獄やつだと思うんだけど、もうこれで伝播してよいしょー。これクイーンランゴスター出てくんじゃね、この勢いでぶっ殺してたら。そういえば最近モンスターハンター G やってるじゃないですか、僕。で、やっぱね、この頃のモンスターハンターのオンライン環境に行ったら絶対沼ってたなって思って、マジで。いや、絶対楽しいじゃん。あ、いた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 。絶対楽しいじゃんと思って。よいしょー、ペイントボールでぶっ飛ばしていく。時速140キロ。剛速球で。で、やっぱりね、その、今の、まあ、今のモンスターハンター、今のね、まあ、サンブレイクやってる人たちにもちょっと言いたいし、もしかしたらこれ、モンスターハンターやってない人も見てるかもしれないから、ちょっと、名言残していい？やっぱ、モンスターハンターって、うわうわ、すごい虫。いや、モンスターハンターで、やっぱりね、めちゃくちゃ、まあ、人によってはね、面白くないって思う人もいるかもしれないけど、やっぱ、クソ楽しくて、でもしかしたら、俺も今ね、モンスターハンター G ね、14年前のね、作品をやってて、オンラインはもう今遊べない状態ではあるんだけど、ちょっとね、やっぱり、この頃のモンスターハンターやっときゃよかったなってね、すごいね、後悔してる。っていうのもやっぱりね、すごい楽しそう。うん。まあ、フロンティアもそうだし、やっぱり、いつかさ、サービスって終わるじゃん。俺も多分、あと15年後ぐらいには、スイッチのサンブレイクのね、サービスも終わるんじゃないかなと思ってるし、なんだったら 4G とかトライ G とかね、終わるかなって。もうそろそろね、だからね、今こう見てる人はね、今オンラインができるゲームはね、今のうちに楽しんどいた方がいいっすよ、マジで。イエス、3頭全員ぶっ殺していく。さあ、そしたらね、村に戻ってきて、実は僕が密かにね、強化している片手剣があって、これです。ポイズンタバールっていうね、初代のモンスターハンターって毒属性の武器がね、強いっていうね、まあなんかそういう情報をどっかで聞いたことがあるから、しっかりとこれ強化してて、一応素材は集まりました。これは一応最終強化じゃないはずなんだけど、おー、12,000円。全然金が足りません。もうね、これはね、本当にもう、ヒーローブレイドを売れってことで、そういうことで合ってる。さすが。じゃあちょっとヒーローブレイドは、売ったら5800円するから、めちゃくちゃ売りたいんだけど、ちょっとやめとこう、さすがに。金集めがてら、ちょっとクエスト進めていきますか。っていうかさ、リオレイヤってさ、いや、この頃のさ、リオレイヤってさ、あのリオレウスよりか後じゃないですか。リオレウスを先に倒して、その後にリオレイヤだから。だからもしかしたらワンチャンリオレウスよりも強いっていう可能性があるんだよね、今。俺本当に、いけるっしょみたいな感じで言ったけどさ。いたー、ムービーはないのかよ、お前。なんか痩せ細ってるね。お前リオレウス、お前ちゃんとお前餌あげてんのか、こいつに。これマジで、お前本当にエリア移動ばっかしてたらマジで俺、許さんば。
あ、始まってる始まってる始まってます。いやいや、またお前もどっか行くんかい。これ始まってるやつ、もしかして、これもしかして始まってる。お前ちゃんと正々堂々戦え。よしよしよし、来た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 。硬いっていうか、めちゃくちゃ柔らかい。お前いい、おゲー、あ、いいオスじゃなくて、なんだっけこいつ。うわ、こいつもやってくんのか、そのノーモーション。いやー、やってくるんだね、やっぱやってくるんだ。まあ、そんなにね。うわ、最悪こいつマジで。ゲーネポス、お前邪魔すんじゃねえマジで。いやちょっとヤンククマシンになっちゃったじゃん。よーし、この時の閃光玉は強い。よーし、これもう一発ぐらい入るんじゃね。これが唯一の好きだ。唯一の、そうそうそう、リオリアこういうね、ブレス。いや、危ない危ない、ちょっと回復しておいた方がいいな、どっかのタイミングで。だけど俺は攻撃したい。ちょっともう、お前邪魔、本当に。何なんだこいつら。ごめん、ノーキング癖が出ちゃった。あー、サマーソルティング、これ当たったらマジでひとたまりもないぞ。あ、これファイヤー、あー、熱い。よかった、イアンクック装備で非耐性あってよかった。死ね、おし、お前守れよ。危ね、拡散ブレス、痛い。いいね。こいつでも結構リオレンスほど飛んでいくっていうあれではな。さすが大地の女王。でも一応この武器ね、最終強化だから、ガッチガチの。だから正直、まあタメさんもちろん一番ねいいんだけど、ちゃんと一発一発与えてたら普通に死んでくれんじゃないかな。これ邪魔、おい邪魔。いやー、風圧ー、風が。いいよいいよいいよ、よし。これさ、振り向きざまに強力な会心の一撃。バカー、危ない。これ頭にちょっと入れといて、このこいつら本当邪魔だな。よし、こっち来い。これなんかさ、うまく攻撃に、なかなか振り向いてくんないな。よし、こういうね、振り向きざまに一撃入れるっていうのがやっぱモンスターハンターの醍醐味というかね。これ2回連続、よしよし。あー、その反対に尻尾振ります。こいつ頭いいわ、結構。ちょっとちゃんと避けて。いやこいつ、あー、邪魔だよこのデブ。あー、頭いいよ。やばい、起こして。お前さ、このデブ本当邪魔すぎるだろ。なんか弱ってんの、このなんか歩くモーションが、なんか弱ってるも歩き方してるんだけど。よし、なんかいい戦い方ないかな。すごい、リオレイヤーとかだったら簡単にねえ倒せてほしいなっていうね、気持ちはあるんですよ。よし、怒っていく。まあ、よし、いいよ。死ね。アプケロス、お前死ねってマジで。アプケロス
殺してリョレイヤ。いや頭に何で当たんないの。おい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 、アプケロスお前死ぬな今。ちょっとガードしといてよちゃんと。あーべべ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 べ、危ないよ。飛んでくる飛んでくる。あーあーばばば、拡散ブレスちょっと、えぐいえぐいえぐい、やばいやばい、アプケロス全員死んじゃった。これはエリア移動ね、オッケー。いや来た来た来た、危ない危ない、早い。よいしょ、頭めちゃくちゃ柔らけ。いやー今のさ、勝ち上げ当たってくれてもよかったんじゃないかな。てか1打ちしたから報酬金がっつり下がってるっていうね。1200円しかもらえないわ、こんなに頑張っても。走ってくるからね、いきなりいきなり走ってくるから。さあ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 、走ってくるよ。よし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 、こういうのをちゃんと見極めるのがプロのハンターって感じ。よいしょ、頭にしっかりぶっ刺して。よしよし、終わった終わった。ちょっと ペイントボール当てさせて。ペイントボール当てさせて。ちょっとどこ行っていいかがね。ペイントボール当たってよ、頼む。よーし、危ねえ。これペイントボールなかったら終わってたね、本当に。まあ、でも寝るっつったら3番でしょ。ちょっとこれ寝かしとこうか。さあ、その間に、切れ味マックスにしといて。で、こいつが寝たところを、寝込んだところをこの、ね、邪剣でね、思いっきしぶっ放すっていうのをやりたいんだけど。よし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 、寝ました寝ました。皆さん、入りの始まりですよ。すやすや寝てますね。頭にぶっ刺して、 OK。 まあ15分ぐらいか。まあでもリオレウスよりかはいい。リオレウスは本当にひどいから、あいつ、あの男本当にひどいからさ、まあリオレウスよりかはまだ良かった。